インズハウス、インズハウス、インズハウス。よしお V ログです、こんばんは。お久しぶりですね、アスンバロレンジからお届けさせていただく本日はこちらの ARP556 ボッサンカスタムでございます。いや、バーストヘッドカスタム、はい、バーストヘッドいいよバーストヘッドいいよエビ天踊る本当の俺はいいよバーストヘッドバーストヘッドただちょっとノリ悪いですねまあ、ARP556 バーストヘッドさんでカスタムしてもらったんですけど、はいはいはい、壊れちゃったのよ。アスバロエンジルったらさすがに2年間使っていくと、まあ、引かれてくる、うん、それで今回、まあ、直すついでというのはなんですけど、うん、カスタムしてもらう、はいはい、なのでその動画は前のバーストヘッドさんの動画にあるんですけれども、うん、まあトリガーのここを詰めてもらって、はいはい、でバレル変えてピニオンギア変えて、うん、ブラシレスモーターを入れたこの感覚は、うん、キラッキラーですね、はい、うん、うん、うわーどうした、どうした、どうした、ただまあほらこれさ打ってるだけだったら分かるんだけども、うん、実際に球がどんな風に飛んでいくかっていうのを、はいはい、やっぱりこうレンジで確認したくて、そうですね、で外フィールド行こうと思ったんだけども、うん、時間なくて、うん、まあ 20m しかないんですよ、うん、ただ 20m もある程度分かるじゃないですか、うん、実際のその球の弾道ってものを、そうですね、で本日は確認させていただきたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと行きますよ。いいよ、お願いします。 OK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  よいしょ。一応マガジンね、さっきクライタックのマガジン大丈夫だったんで、うん、こちらの PTS だっけこれ PTS、うんそうだね、このマガジン、うん、ちょっとちゃんと合うかどうかぴったりです。はいよ。実際に球飛ぶかどうか。おいいね。おいいよ。いいよね。いい、全然いい、全然いい。うん、で、うん、一応これ近いから当たるのは当たり前なんだけど、うん、ということでこの約 20m のレンジ、はい、20m で、で一応、うん、これダットサイドちょっと合わせる時間なかったんで、はいはい、合わせてないんですよ、はいはいはい、で感覚でちょっと打っていきますけども、はい、手前のちっちゃいのから、はい、次ね、うん、おお、上段が遠い、うん、これアップとかできるかもな。あとで俺がやるから、うんうん、手前からいきますよ、うん、手前ね、奥、一番奥、うん、で一応これ合わせるときに、まあ、ここ見てほしいんですけども、これどうしたんですか。アーチンです。アーチンアームズ、 あれか、アーチンアームズ、あれね、はいはいはい、今噂のアーチンアームズの水平器、うん、はいはいはい、はい、これね何がすごいかっていうと、うん、ここのレールに直に取り付けられるのよ、うん、でもピカティにその乗るってことね。そうそうそう、で、うん、さっき俺自分でやってて気づいたんだけども、うん、ここに置いて打ってる時に、うん、ちょっと俺感覚的にこう構えた時分かります。そうね、だから要は水泡がそっちにあるってことは傾いてるってことですね。これまっすぐにした状態で打つことによってやっぱり弾道がねしっかりするのよ、うん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 、だから自分であこれまっすぐだなと思ってても見えます。気泡曲がってんだよね。そうね、そうね、でこのくらいなんだけどこれってそこまで合わせられないんですが、うんうん、ここしっかり合わすと、うん、やっぱり当たるのよ、うん、だから、うん、いつもダットサイズなんかいつまでたっても合わねえなと思ってきながら、うん、違う、傾いてるんです。そうだね、やっぱりだからね、うん、そうそうそう、それの関係でホップの関係でどっちかにやっぱりずれちゃうんだよね。そうね、うん、わずかに。たださ、うん、これさ、ほら大体の感覚でしか打ってないんですよ、うんうん、ただ、うん、球の飛び、ちょっとやってみて、やってみて、球の飛びはいいよ、すごく。でも こうやってやればいいの。そうそうそう、見て、バカ、ちょっと待って、ちょっと待って、この8ピン打ちじゃない。そう、この体勢出たよ、斜め打ち。こうでしょ、こう、こう、こう、そう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 。いや、皆さん、ハセビン違うの。違うの。これまだかっこよすぎる。ハセビンは、こう構えた時に、こうまっすぐ構えるじゃないですか。ね、全身まっすぐ構えるんですけど、その時に、ちょっと、こう、ずれた。ここが、よく見てる。ここ、ね、ここが壁バリケードだとしたら、こう構えてて、まっすぐ行ってんだけど、ちょっと、右に滑った。よく見てんだよ、ママさん。そうだよ、言われてみれば。普通に構えて、何もない時に普通にレンジ打つじゃないですか。
か、うんうん、だけどこの状態でも走りこうなんですよそうだよ、そう、そう、ちょっとこう体が こっちにずれてるみたいな、そう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 いやでもいいね、まあでもいいよね、うん、たまにね、うん、いいね、まあでもちょっと、まあ、サプレッシャーつければ音がかかるんだけども、うん、この弾道はあと練習はこう、うんうん、すごいね、うん、ディープショット、うん、で、いいね、11.1 ボルトから、うん、7.4 のディープショットなんで、はい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 、11.1 入れたらもっとやばいってこと、いや 11.1 の普通のリポバッテリー、うん、ただ 7.4 のディープショットでしたら、うん、11.1 ともう同等以上なんですよ、うん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 、だからさすがに 11.1 ビズボイボイ入れちゃうと、うん、あれなんで 7.4 を進めてもらって、うん、ディープショット 7.4 なのね、うん、で一つあのディープショットについて話したいことがあるんです、はいはいはい、これディープショットって、うん、まあ、C が多いからさ、うん、1回 の発射レートが高いってことでしょ、はいはいはい、でよく入れたらまあ自分の銃がどうのこうのってツイッター見かけたんだけど、ちゃんとこれは中身をディープショット使ってもいいようにカスタムされてるの、うん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 、だから何でもないノーマルなものでもちろんその初期のさ、うんうんうん、この使ってくださいっていうバッテリー以外のものを入れたら、うんうん、長谷部みたいになるじゃん、あ、まあ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 ね、だけど、まあね、ちゃんとカスタムされた部分で、うん、これを使っても大丈夫だっていう名目で、うん、僕はディープショット使ってるんで、うん、その辺は僕がディープショット使ってすごく良かったって言っても、まあね、それはちゃんとお店の人を相談してからやらないとダメっていう話なんで、それだけちょっとお話しさせて、だから例えばあのやっぱりそのなんつうの、あのスイッチ焼けとかも、ね、そうそうそう、起きやすいのもそのちゃんと対策とかを取ってつけてる形になるんで、うんうん、もうあのボスさんに聞いたらいいじゃないですか、そう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 持ってって大丈夫かどうかって聞いた方が、うんうん、そう、意外とね、うん、次世代でもそのなんだっけスイッチ焼けの防止するための機能とかもついてないのもあったりするので、うん、そうそう、だから次世代だからいいよとかノーマルだからダメだよとかじゃなくて、うん、やっぱそこに合う合わないが出てくるんで、うん、そこはやっぱり気をつけて、まあね、はい、やってもらえればと思うんで、そうだってさ、さすがにさ、うん、やっぱりいろいろありますけども、うん、エアガン、これ機械だし、うん、あれもなんかすれば壊れるじゃない、うん、そう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 、壊れるのは当たり前の前提で使ってるんで、決して、うん、どうのこうの、だって電動で花を発射する、そうそう、この機構があるものをこんなに遊んで撃ってるんだから、うん、そのうちなりますよ、そう、あのね、やっぱりそうだね、そう、あのやっぱ壊れないものってないんで、ないんだ、ただいかにそれを寿命を長くするかっていうのもあるんで、はいはい、うん、なので皆さん、あの安全の上でですね、はい、自分の好きなようにカスタムしてみたらいかがでしょうか、いい久しぶりすぎて、そう、久しぶりで調子悪くなっちゃって、そう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 、まあそんな感じで本日はあのバーストヘッドさんでカスタムさせていただいた、はい、僕の ARP56、はい、インザハウスマシーンのご紹介をさせていただきました、はい、イエス、まあ、ちなみにあの今度レンジを外行って、うん、ちゃんとその40、50で当たるのかっていう実験はさせていただきますので、はいはい、本日はちょっと時間がないのでちょっと先にですね、出させていただきました、はい、はい、よろしくお願いいたします、そう、インザハウスマシーン、インザですね、インザインザハウスマシンです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 あれだよ、名前募集した方がいいんじゃないよ、吉田さん、いやだ、インザハウスマシンインザハウスマシンです、はい、ですインザハウスマシンです、アーチングアームズです、はい、お疲れ様でしたです、それではですねこのチャンネルが面白かったら、はい、また動画の中でお会いしましょう、はい、I'll be back、 またね、はい、ガチャーンand the bottle of wine gonna hold you tonight, oh yeah.